昭和38年1月号説にて災害派遣される60式3トン雪上車60式3トン雪上車はかつて陸上自衛隊が保有していた雪上車である中行きと通称された主に積雪地の部隊が雪上における人員の遺送を紹介に使用した1950年に設置された警察予備隊では アメリカから供与された M29C 輸送車を雪上車として採用していたが、やがて日本の雪の正常に適した車両が求められるようになった。当時、民生用での雪上車開発が一定のレベルまで成熟し、また、警察予備隊から保安隊への改組に伴い、保安庁技術研究所が設置されたことで、雪上車開発の機運が高まっていた。 新型雪上車の開発にあたって、保安隊は情報収集を図り、1953年2月には、その一環として、高田中屯地業務隊及び小松製作所と大原鉄工所により、M29C と国産車両2種の比較試験が実施された。早急な部隊配備が求められていたため、技術研究所ではとにかく雪上車を作り上げ、 実際に運用試験を行って問題点を洗い出し、順次改善を行っていくという方針を定めた。また、部隊からの要求や M29C の運用を踏まえた、開発目標として、シャドー14度以上の坂道を含む、積雪上を1 0 5ト、mm、ル方を牽引して走行が、できること、単車での最高速度が時速4 5トルで、丁寧、湿地の行動が良いで、 無雪地、夏の普通道路の走行もできること、耐久性と強度が十分で、整備性も良く、他の車両との部品の互換性があることといった事項が定められた。これに従って2種類の試作車、すなわち輸送や偵察、連絡、105mm 方の牽引を目的とする、ウェポン車、クレーンとウィンチを搭載した雪上レッカー車が設計された。保安庁は、 大原鉄工所と契約を結び、1953年7月にはウェポン車11月には雪上レッカー車を完成させた。試作車を用いた各種試験は、同年12月から1954年3月にかけて実施された。その後、53式に対して走行装置の強化などを施した改造車両を用いて再度試験が行われた。 1955年2月、53式改造車両をさらに改良した54式3トン雪上車の製造と配備が行われた。大原がウィンチ付き雪上車、小松がウィンチなし雪上車の設計を担当した。54式の試験は同年3月末まで行われた。1955年。 54式の試験結果を踏まえた55式3トン雪上車が設計された。53式と54式の主な目的は技術的な実験だったが、55式ではさらに中隊単位での配備と冬季演習を実施し、部隊あたりに必要な雪上車の具体的な数量を定めることも求められた。この時点で目標の一つだった 105mm 砲の牽引は断念され、 代わりに 75mm 砲の牽引が求められた。1956年1月末から2月初頭にかけて55式の試験が行われたが、この中でいくつかの問題が浮上した。特に深刻だったのは53式及び54式では報告されていなかった騒音と振動である。この振動によって、ネジの脱落、溶接の剥離、リベットの接損、 伝送品の焼損や欠損が誘発した。以後、この問題の原因究明と解決には5年を費やすこととなる。1959年、共振防止などを含む55式への改良が完成し、1960年に60式3トン接乗車として正式採用された。1961年から配備が始まり、1977年までに409両が、 生産された。また、1958年には、レーダーサイトの輸送及び緊急管理用として、60式とおよそ同等の機能を有する58式3トン雪乗車が64両、調達されている。この58式は60式の正式採用までの、つなぎと位置づけられていた。ありがとうございます。